皆さんこんにちは、田中ひなです。今日はですね、リクエストを最近いただいていたんですけど、私のアクセサリー収納についてご紹介しようかなと思います。以前だいぶ前ですかねに一度ご紹介させていただいて、でちょいちょいね、新しい収納ボックスをゲットしてからもこういう風に収納してますとかやってたんですけども、ちょっとまたそこまでがっつりは変わってないんですけども、またちょっとだけお片付けできたのでご紹介していこうかなと思います。最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。それではスタート。はい、でちょっと場所が変わっちゃったんですけども、こんな感じで、今はこうディスプレイというか、いろいろ香水だったりとかこう置いてるんですけど、こちらが楽天でエレメンツっていうショップで買った、ゴールドのこの入れ物ケースなんですけども、ガラスです。これはで、こういう風にパカって開けて、これがねちょっと固定ができないのであれなんですけど、まあこんな感じで中身はこういう風に置いています。結構大ぶりのピアスと、ここがバングルで、ここがまた大ぶりな感じのピアスを置いてる感じですね。まあ、ちょっとだけ紹介すると、まあこれとかは韓国で買ったフープのピアス、韓国は安いし可愛いのが多いですね。とかこれは去年エミで買った、ちょっとね形が変わってるんですけど、ゴールドの大きいピアスとか、これも H&M かな、これは。とか結構大きめのこういうシルバーの、これはローズバッドで買ったピアス置いてたり、ここはバングルでマルシェで買ったこういうバングル、これは彼とお揃いのダニエルのバングルです。もうずっと長く使ってる。これはくるみとまどかと3人でお揃いで買ったね、コーチのバングルです。私はピンクゴールドなんですけど、これもダニエルかな、ダニエルのこういうバングルとか、まあこんな感じで置いております。でここはなんだろう、フープ系というか、まあ、こういう、これは GU です。 GU のやつ、これはちょっと名前忘れちゃったけど、こんな感じ。これもお気に入り。とか、これはザラで買ったね、ピアス。これも夏に使ってたかな。っていう感じで、結構大きめのものをここに収納しています。で、ここがですね、ネックレスを置いてるんですけども、このゴールドのトレイはニトリで、買いました。ネックレスでもこう形がもう元からこう決まってるような感じのネックレスをここにこう置いてて、これはねポーリンっていうアクセサリーブランドなんですけど、その箱が可愛かったのでここに置いております。ここにもねアクセサリーをいろいろ収納してるんですけども、まあこれがこういう風にこう取り出しができるというか、ここが持てるので結構持ち運んだりとか、なんか場所を変えたいなって時にすごい便利なんですけども、ゴールドも楽天なんですけど、これも楽天ルームに貼ってますので、よかったら見てみてください。この入れ物がこういう風にスライドで取り出しができるアクセサリー収納になってて、1段目にはこんな感じ、ネックレスを置いてます。まあ決して綺麗じゃないんですけど、もう並べてますね。ちょっと大きめの感じのものから、いつも使ってるようなねチェーンのネックレスとかをもうずらっと並べてます。なんかまあ特にここはこだわりはないんですけども、はい、こんな感じですね。で、2段目には時計、リング、ヘアピンを置いてて、時計はねあんまり並べない方がいいとは言うものの、ちょっと収納場所に今困ってるのもあり、もうここに全部置いちゃってます。ほとんどダニエルが多いかな、私。うん。ですね。これはコーチのですけど、そんな感じかな。で、ここにはピンです。髪の、耳をかけた時にこうつけたりとかしたら、かわいいなってことで、はい。集めてました、一時期。でも今でも使えます。これがやっぱ別光が一番よく使えますね。これもアネモネっていうところで買ったかな。で、リングはこんな感じです。
小さめのねこういうのは入れ込めれるんですよ間に。ただちょっとこういう大ぶりのやつとかは入れることが難しいのでもうここに置いてます。これもマルシェかな、ここ2つもマルシェで買って、これは GU かなね、結構高見えなリンクとかこんなシルバーのやつとかをもう全部置いちゃっております。これがね取り外しができるので別にここに3つ重ねなくてもいいんですよ。普通になんかディスプレイの仕方変えたいなと思ったらこれを横に並べるでも可愛いし、なんか使い勝手がいいかなと思ってこれを選んだんですけども、3段目がピアスです。ここにこまごまとしたものは全部置いております。ちょっとね入れるとこが足りないので何個か一緒に入れてるんですけど、ここ2つはシルバーの小さめのピアスを置いてます。こんな感じのやつとか、これはローリーズファームでなんか6個ぐらいこう何個かこうねセットで売ってあるやつとかのやつ、なんかこう結婚式とかそういう時に使えるようなやつで、ここゴールドですね。これがローズバッドで最近買ったやつですね。これ韓国で買ったやつ、これはチョーパニックで買ったやつをこういう風に入れて、ここもゴールドなんですけど、よく私がさ使ってる3COINS で買ったゴールドのピアスとか、イヤーカフ、これはユナイテッドアローズで買ったやつとか置いてて、これも韓国で買ったこういうクリアのやつ、これはハンドメイドで作ったパールのビジューのピアス、これもなんかちょっとお呼ばれの時とかね可愛い、普段につけても可愛いですね。こういうやつとか、ここはラティスで買ってお気に入りのシルバーのピアスです。これも韓国かな、韓国はやっぱ多いですね。なんかデザイン変わってて安くてあるので、これも韓国、韓国は結構おすすめ。これも韓国ですね。こういうピアスとか、これはね、ハンドメイドのお店で買った、夏とかにつけたら可愛いですよね。アミジェダってさっきネックレスで見せたこういう感じのネックレスなんですけど、このまま1個単体でつけても可愛いし、こういう風にチャームをね自分でつけれるんですよ、好きなように。これはこのチャームがなんかいろいろ自分の身を守ってくれるみたいなやつで、こういう風につけてたりとかしてたかな。まあチャームとかもここのピアスのとこに入れちゃってます。本当にこれがスライドができて両方に引き出しができるので便利ですね。でこれがねバングルなんですけど、こういう感じのやつ可愛いですよね。これはアーバンボビーっていうとこのやつで、こんな感じのはもう直接ポンと置いちゃってます。で、こちらこういう大きめのピアスたちを置いてます。この箱がこの緑のピアスをね買った時についてきたやつで、すごい可愛いなってことで、ここにこういう感じのものは置いてます。ほとんど全部去年買ったものですね。これザラかなっていう感じです。はい、ということでこんな感じが私のアクセサリー収納でした。まあ決してこう綺麗じゃないのと、なんか結構見せる収納みたいな感じでやってるので、まあこんな感じでした。途中にも言ってたんですけど、全て楽天ルームに収納ボックスとかを貼ってますので、ぜひ気になる方は概要欄に URL 貼ってますのでチェックしていただけるといいかなと思います。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。もしよかったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。